手、つないでいい？ああ、うん。ダメだ。さっきの可愛いルカちゃん見た後だから嫌でも妄想が広がる。今日のルカちゃん、なんだかやたらいじらしいし、いつものおてんばな感じじゃなくて、普通の超可愛い女子って感じで、超絶抱きしめたい。はい、これ、1年記念。え、ありがとう。え、ルカちゃん、どうしたの？やっぱり私もプレゼント欲しい。え、だよね、マジごめん。でも、ないもんはないっていうか。自分で言っててひどいけど。物じゃなくてもいいんです。こと。ことことってやっぱり。和也くんからしてくれないから。私、ずっと。ちょずっと我慢してたんです。今来られたら断れな！和也くん、これからは和也くんのこと、和也って呼んでいいですか？カズヤ？なんて？夢だったんです！恋人と呼び捨てで呼び合うの。学校の友達はみんなそうやって呼んでるもん。確かに呼び捨て合いとかすげえカップルっぽいけど、あくまで仮だし、これはまあ呼び方なんて呼び方だしな。いいよ、別に。本当ですか？え、ああ、まあ呼び方なんて大した問題でしょ。カズヤ。お。カズヤ。何？カズヤ。暗いから家まで送るよ。ありがとう、カズヤ。いつもそんなに名前呼んでたっけ？何が、カズヤ。まあいいけど。気にすんなよ、カズヤ。これで千鶴さんから一歩リード。手を